とんでもないアニメが始まったね。なんやいきなり。サイゲと PA ワークスによるオリジナルアニメ、アキバメイド戦争の放送が始まったんだけど、1話からキャラも設定も展開も強烈すぎて、ツッコミが追いつかなかったよ。サイゲのオリジナルアニメといえば、ウマ娘やゾンビランドサガやけど、ゾウサガ級の色物アニメが来たんや。初見のインパクトはゾウサガを超えてるね。というか、これくらいぶっ飛んだ展開の1話にしないと、埋もれてしまうことをサイゲもわかってるんだと思うよ。さすが数々のヒットコンテンツを世に出してきたサイゲやな。で、どんな作品やったん？1話だけじゃわからないことだらけだけど、とりあえずメイドと極道をテーマにした作品みたいだね。ゾンビとアイドルの罪は、メイドとヤクザってわけか。あと、PA 作品ではおなじみのお仕事シリーズと銘打っているんだけど、1話ではギャグアニメ的な演出ばかりでリアリティが全然なくて、本当にお仕事アニメなのか疑問を感じる見せ方だったね。ただ、そのあたりの謎要素が、次回も見たいっていう視聴欲につながるようになってて、悔しいけどやっぱり2話も見たくなる作りになってたんだ。まんまとサイゲの思惑に乗せられてますやん。1話では、1999年の秋葉原を舞台に、メイドに憧れる17歳の主人公が、秋葉に来て憧れのメイドとして働き始めるんだけど、この世界のメイド喫茶は、裏では暴力団に近い組織として描かれていて、各店が抗争を繰り広げていたんだ。つまり、メイド喫茶におけるライバル店との売り上げ合戦を、そういうヤクザっぽい設定に落とし込んだお仕事アニメってことか。おそらくそういう設定のアニメだと思うんだけど、中盤になると、ライバル店とヤクザ映画さながらの、激しい抗争が始まるんだ。拳銃を容赦なくぶっ放して、ありえないほど血しぶきが上がり、抗争相手のメイドたちは次々と撃たれて倒れていくんだ。くさ、でも実際は死んでへんのやろ？そこが1話見ただけだとわからない部分なんだ。演出としては、血の吹き出し方からして完全にギャグなんだよ。指詰めのシーンもツインテールになってたり、明らかにこれはギャグアニメですよっていうメッセージが見え隠れしているんだけど、登場人物の一人が刑務所上がりである描写があったり、主人公が普通に怯えてたりしてて、どっちにも取れる見せ方にしてるんだ。まさに SNS で話題にしてくれと言わんばかりの1話やな。今日は動画作る予定なかったのに、まんまと載せられちゃったよ。まあでも、1話にしては面白かったんや。面白いかどうかって言われると、言葉に詰まるね。すごく印象に残る1話だったし、次も見たいとは思ったけど、木を照らいすぎてる感も否めなくて、オタゲーをしながら銃を乱射するシーンは、ちょっと気恥ずかしさというか、共感性羞恥心を覚えたんだ。インパクト十字にしてもやりすぎってこと？制作側の、こんなんやったらウケるやろなーっていう、あざとさが見えた感じだね。でもサイゲや PA って、そういう演出のさじ加減はうまい印象あるけどな。うん、まだ1話だから、2話以降の印象次第では全然変わってくると思うよ。作画やキャラデザインはすごくいいし、ウマ娘に続くサイゲと PA がタッグを組んだオリジナルアニメだからね。次回以降も楽しみにするよ。じゃあ今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんの感想も聞かせてください。また見てな。あ、チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。